こんばんは、佐久間信之です。この時間は佐久間信之のオールナイト日本ゼロの時間ですが、まずは気象に関する情報をお送りします。日本放送報道デスク遠藤さん、お願いいたします。はい、お伝えします。ありがとうございました。 改めましてこんばんは。テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の久保しおさんお疲れ様でした。2022年7月27日水曜日。この時間は私佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。えー、久保さんもうコロナから復帰されてよかったですね。えー、大雨の方もお気をつけください。えー、8月に入りまして、今日は熱中症警戒アラートが37都道府県に発表されてました。もう、そのアラートの地図見たら、 ほぼ全部赤。不要不急の外出は控えるようにとのことって、だからコロナもあって、こっちで不要不急のも、なかなか出るのに勇気がいるよね。だって俺今日あちこち踊りの収録が終わって、22時にスタジオ出て、その時のムワッと具合もうちょっとさ、一回俺スタジオ戻ったもんね。あの、もう,もう異常な暑さだと思って。何何何って言っちゃったもん、この一回戻る時に。っていうね。 日本地図が真っ赤っかで、先週も言ったんだけど、昔はこんなんじゃなかったその先週のね、俺の恨みから来る水が飲めないトークね。水が飲めないトークにおじさんがすごい乗ってくるっていう。俺今週いろんな人から言われたんだよ。聞きましたよ。あれ納得できないしすね。水飲めなかったの。って。学生時代飲めなかったおじさんたちが、おばさんもだけど、みんなマジであれに対してか許さねえって言ってるみんな。その時は、 でも、今より5度ぐらい低かったからね、ね気温多分ね。で、だから、その、真っ赤なやつってさ、なんか、例えば、最っ熊谷とかさ、そのぐらいの時とか、あと京都近辺とかさ、ぐらいだったような気がするのは、今もう、全面真っ赤だもんね。今ほとんど赤だよ。お気をつけくださいと思います。夏らしいことなんかしてるかっていう話なんですけど、 うーん、そうね。俺はもうほんと、これ想像で書いてあった台本が、あの、すげえバッチリ当たってんだけど、竜二のレシピでそうめん作るぐらいよ。<laughs> うん。びっくりした、俺。だから、行動を読まれてることが書いてある。竜二のレシピ。俺のね、バイブルの一つ。竜二のレシピで、そうめんを作るぐらいよ、ほんと。<laughs> あとね、あのー、島田屋の流水麺流水麺。まあ、ちょっと前からあったんだろうけど、今年、 あの、なんか、正直ね、茹でないうどんとかそばってそんなにうまくないんだろうなって勝手に思ってて、でも、でも、昼会議の合間にそばすごい好きなんだけど、茹でるのめんどくせえなと思うじゃん。だ島田屋の流水麺買ってみたのよ。そしたらあれマジうまいね。<laughs> <laughs> それのおかげで俺の昼に革命が起きてるよ、マジで。<laughs> <laughs> あれはノーベル賞もう取ってるよね。取ってないんだっけ島田屋の流水麺は。流水麺と流水、流水うどんは。 取ってないのかな <laughs> 俺もあれを常に3つかやつ入れてて、ね、それを水で湯がくだけじゃん。水で湯がくだけで、それに氷ぶち込んで、で、麺つゆで、そこにラー油ぶち込んで、まあ家の港や、家の港や食ってんだけど、俺こっいに、あの、奥さんから禁止令出たから、ね、でもね <laughs>、流水麺禁止令が出るぐらい食ってるから <laughs>。いや、あれは素晴らしいよ、流水麺、流水うどん。で、先週かな先々週 前にリスナーが送ってくれたパワーフードあったじゃん。あの、納豆卵かけ UFO ね。<laughs> あれもちょっと一応ラジオで話したからやろうかなと思ったのよ。やろうかなと思ったけど、あれオフに食べるのすげえ嫌だね。<laughs> 流水麺に慣れてるから、もう最近。あの納豆卵かけ UFO は買ってんの。なんだけど、あれは食べる勇気ないな見せ物誰かが見てくれる状態だったら食べるけどっていう。 ね、ラジオで食べようかなって一緒思ったんだけど、ほらもう今ミックチャもないじゃないですか。そうするとほんとズルズルって音だけだから、あれは盛り上がらないから、なんかどっかでと、でもあれ一回盛り上がったから食べてみたい気持ちあるから、なつその今 YouTube で食べようかなと思ってんだけど、そうするとほんとあの、ちゃんとした YouTuber みたいな、<laughs> あの、普通の YouTuber みたいな、大学生がいる YouTuber みたいな感じなんだけど、<laughs> 俺やろうかな。激辛ペヤングも。い, <laughs> いやでもね、あれね、なんか誰かが、えっ、ー、と、スクショであげてたんだよな。多分リスナーなのかな食べたやつ。それを見てね、あの、来てやってみようかなって気持ちがちゃんとなくなったの。これはもうヘビーだなっていう、これ仕事の合間に食うのも無理だなって思ったんだよね、やっぱ。50万円のやつが食うやつじゃない。46歳が食っちゃいけないなと思ったんだよね。これ1日をかける食べ物だと思って。 それで食べ、食べなかったんですけど、今度食べてみようかなって思いますね。あとエンタメのニュースなんですけど、朝倉ミクルバーサスメイウェザー9月25日に埼玉スーパーアリーナで開催ということで。これ9月25日ね、スコッティ・ピッペンの誕生日ですからね。<laughs> <laughs> 俺たちの世代にはね。うん。だからジョーダンが好きっていうのがやっぱちょっと恥ずかしい世代だったから、みんな好きだから。うん 俺はピッペン評価してるけどねって <laughs>、バスケ部のやつい大体一回言うっていう <laughs>、ピッペンかバークレー <laughs> を評価してるっていうので、<laughs> <うん S 2> やっぱそれはそうだよ。だって俺、俺バッシュみんなさ、エアジョーダン入ってるけど、俺パトリック・ユーインが入ってたから <laughs>。<laughs> な、やっぱ、ピッペン評価してる。っていうのと、あとは、バスケゲームかな ?NBA のバスケゲームだとめちゃくちゃピッペン使いやすいんだよね。っていうので、お馴染みのスコッティ・ピッペンの誕生日なんですけど。わ <laughs> かるあのー、このニュースからピッペンの誕生日に行くってことは、格闘技の知識がほぼないって。<laughs> 俺のね、格闘技の知識がほぼないんだが、DJ 松永の情報と、あと作家の大倉さんの情報、あと何より YouTube とか、あのー、徳沢部とか一緒にやってる、あのー、作家の大井さん。 が、まあ、朝からミックールさんのやつもやってんのかなだからブレイキングダウンとかもやってるから、その作家の大井さん日本一強いね。あのー、作家こと大井大一これはここで話したことあったっけ作家の大井大一の娘は高一でインターハイ優勝してる大井鈴ね。<laughs> で、あの、息子のキーチも、あのーえー、中学生かなんかで全国優勝してんの。だからもう本当に、なんつったらいいんだろう。うん。普通に中学の時の実績だけで言うと亀田一家回超えてんだよね。<laughs> 作家の大井さんは元キックボクシングの日本ランカーで、そのままアウトサイダーとチャンピオンになって、もうこの間こいだタイトル返上したんだけど、うん、めちゃくちゃ強いんだけどなぁ、なんで日テレが追っかけてなんでなんだろう。行列と深い話でなんで追っかけてるんだ大井おいち一家 <laughs> それが不思議なんだよなぁ。うん、っていう、その大井さんの情報で止まってるんだよね。 で、うちの番組としては、やっぱ朝倉未来バーサスメイウェザーも、やっぱ俺の知識はあんまりないのもあって、それを注目してる対決ってなっちゃうと、ゴジラ対コングかな <laughs> <laughs> ゴジラ対コング、佐久間のオールタイムベストって台本に書いたんだけど、いきちげちゃリスナーが勝手に、オールタイムベストの評価に押し付けてこようとしてるだけで、俺は毎回言ってんじゃん。そうでもないよって。<laughs> いや、だから、あの、面白いところはあったし、嫌な映画じゃ全然ないけど、トータルで見ると、グダグダがちょっと勝つっていう部分はあるよ、やっぱり。何回も言ってんじゃん。地球のコアにたど,りたどり着くのが早すぎるっていう <laughs>。言ってんだけどなでもリスナーが評価してんだよなで、そんなゴジラ VS コングの続編の撮影が、このほどオーストラリアのゴールドコーストで始まったらしいんですよ。ストーリーは不明 <laughs>。 こういうとこや、ほんと。タイトルも不明。なのに公開日だけ決まってるっていう。<laughs> 2024年3月15日英語で。だから次の敵は何なのかっていうてバーサスって言ってもさ、もうゴジラとコングは戦わないじゃん。で、しかもさ、メカゴジラ、キングギドラ、モスラ、もう出てるじゃん。だからさ、有名どころ出てゴジラとコング戦わないでしょでもね、俺これこれだけは当たると思う。前半、つかみでゴジラとコング、軽喧嘩するよ。<laughs> うん、これはする。うん。ピッコロと悟空が、一回振りで一回30分くらいで戦ってからベジータとか、もっと強い奴が来るのと一緒。うん。それは絶対ある。うん。で、あの、地球の危機だから、力合わせるしかないから。<laughs> あのー、何が来るんだろうな。ビオランテ、デストロイヤー、スペースゴジラとか。まあ、日本のやつはあるんだけど、でもモンスターバースだからな。 だ、こうなるとやっぱ期待しちゃうのはやっぱあれだよね。ガメラだよね。ガメラ来たら上がるなガメラ来たら上がる。どっちなんだろう。ハリウッド版ガメラつってすげえ細いの来んのかな。<laughs> <laughs> す、カニコシウスケ監督のちゃんとした、あの、ゴジラの三部作のやつが来てほしいけどなうん。インディペンデンス定的なやつが来る可能性も。だから、他の映画からもうさ、だって、あの、スパイダーマンがあったわけだから、他の映画から来てもいいわけじゃん。 てことはあんのストレンジャーシングスのあんのかなデモゴルゴンとか。グロ、あー、あれはいいな。クローバーフィールド、うん、クローバーフィールドトカゲみたいなやつ、うん、あれは、あれだったら盛り上がりそうだな。うん。あとはなんだよ。そう、ハリウッドのさ、巨大怪獣たあんまりいないよね、うん。小型多いよね。小型がついてパターンかなグレムリン。<laughs> めちゃくちゃちっちゃいやつ、踏まれて終わっちゃうけど <laughs>。 ああ、でも楽しみだなあ。これはね、続報を追っかけていきます。ただ、何回も言うけど、俺は別に評価はしてないっていう。<laughs> 評価してないけど好きな映画っていうね。これだけおさえないよしてください。<laughs> ということで、今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。<music> 改めまして、こんばんは。佐久間信行です。 毎週水曜日のこの時間は佐久間の名機のオールナイトニッポン ZERO』をお送りしていきます来週はお笑いラジオスターウィークです2年ぶりの開催『オールナイトニッポン』1部2部クロスが全部芸人だから過去は1部2部だけだったんだけどついにクロスができたからこれが全部芸人になるって相関ですよねなので水曜の2部なんですけどナス中西がやってくれるということで えー、ミュージシャンウィークの時何でしたっけえー、内首獄門同好会 <laughs> で、今回夏長西。いや別にさ、その、年齢は合わせなくていいんだよ、<laughs> だから、え、あとやったのって、ふわちゃんとあのちゃんだっけだから、その、おじさんか際っていう <laughs>、ことなのかもしれないね、水曜の2部ね。 で、水曜の一部は東京03がやってくれるんでね。ああ、もし俺がやってたらとつながりだったんだけど、でも、このおじさん州の水曜日も楽しみですね。しかし、すごいメンバーだなー俺ね、結構楽しみ、いろんなの楽しみなんだけど、結構楽しみなのは、月曜のクロスのジェラードン俺の希望だけで言うと、あのー、先に最初にタイトル言って、サムネだけのタイトル言って、で、あとアドリブコントやってほしい。<laughs> ベテランパーソナリティかと思ったら、小学生の、貫禄がありすぎる小学生の放送部だったって。<laughs> <laughs> っていうのを先に言って、ジングルが鳴って、そっから60分 <laughs>、その設定で <laughs>、フリーのコントやってくんないかなルビジュアルだけ、その、だからビジュアルでサムネだけ先に出しといて、クロスの時に。あぁ、それでやってくれないかな30分2コントでもいいけど、うん、ちょっと見たいなそれは。っていうぐらいジェラードは楽しみにしてますね。 えー、さらにお知らせです。番組主催の音楽イベント、オールナイト日本55周年記念。佐久間信之のオールナイト日本ゼロプレゼンツ、ドリームエンターテインメントライブイン横浜アリーナの三次選考販売が受付中です。出演はライムスター、サンボマスター、花沢香菜、そして先週発表したシュージマンとハンニャカナダです。これやっぱオリラジ世代の二人ですからね。このシュージマンとハンニャカナダ。こう考えると、やっぱオリラジってすごいなって思う。シ <laughs> ンがある。うん。 やっぱ、シュージマンとハンニャーカネタ見てると、やっぱ俺ら走ってすげえなって思うね。<laughs> <laughs> ちなみにですね、これ、さらに追加ゲストが発表されますんで、これ、楽しみにしてください。僕はすごい楽しみです。 えー、開催日時は10月29日土曜の16時半開演15時半会場、会場は横浜アリーナチケット価格は税込8000円、申し込みが多数となった場合は抽選となりそうです。えー、そろそろグッズのこともお知らせできます。受付終了は8月7日日曜日23時59分までです。これが最後の抽選期間ということで、今回もクレジットカードは使えて、セブンイレブン支払いもどちらも可能。これはもうほんとね、 どっちどっち選んでもいいですからね是 <laughs> 非お申し込みくださいえー、メール募集しましょう今日のテーマはちょっと休みの有意義な過ごし方えー、休みのちょっと有意義な過ごし方です来週生放送がお休みなんですよで夜空くんですよね僕はこれだから1年ぶりぐらい空くのかな結構でなんでそんな1日休みでも半休でもないちょっと休みの有意義な過ごし方を募集します これ、コロナ禍になってからさ、その、オールナイトニッポンのお笑いウィークとかや,んなやってなかったじゃん。だから、俺ほとんど実は休んでないんだよね。うん。っていうのもあるから、あのー、ただね、この日に限って、この、飛び込んでくるもんですね。水曜日、来週の水曜日。俺、朝5時集合6時から収録っていう。<laughs> その、だから、夜に休みの時に、多分寝てると思うんだけど <laughs>、っていうのがあるんでね、ちょっとね。 えー、サク佐久間は基本ね、休みの日は、あの、ちょっと有意義な過ごし方って言ったら、サウナからの飯になってくるんですけど、皆さんのもうきっ、えー、願いたいと思います。受付メールアドレスは、佐久間アットマークオールナイトニッポンドットコム、佐久間アットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたりするーんだから抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。ということで、佐久間信幸のオールナイトニッポンゼロぜひ最後までお付き合いください。ここで1曲、オレンジレンジで、シャンハイハニー。 日本放送キーステーションに全国ネットで放送中佐久間信行の「オールナイトニッポンゼロ」佐久間ですこの時間は佐久間信行の「オールナイトニッポンゼロ」をお送りしておりますメール来てますえー、ラジオネームマ法ホゴジラバーサスコングの続編情報です先日オー,ストリアオーストラリアのニュース番組で撮影の様子が公開されたのですが それによると、海中から巨大な何かが現れ、人々が一斉に逃げ出すシーンがあるようです。ああ、これね、ほぼ前作あるからね。<laughs> ああ、なるほどね。これがニュース番組で流れたんだ。ああ、いいですね。いいですね。今回も、今回もちゃんと大味なシーンがあるんですね。東京都,東京都世田谷区ラジオネームナンバーワンワン。僕がゴジラバーサスコングの新作に登場してほしいのは上手です。<laughs> わあバカすぎんだろ、お前。ジョーズの攻撃で目覚める海底のゴジラ。それに巻き込まれる船で運搬中のコング。<laughs> いや、もうお前そんな、ちょっと待ってジョーズが出てきたらバクだよ。<laughs> それか、ま、コングがガシーって言って、バチャーだよ。ジョーズの大きさって人、人の2倍か3倍ぐらいでしょそれはすごいなあちょっと笑っちゃったんだよな。 え、続きまして、東京都ラジオネーム、チンシャエール。ゴジラ VS コングですが、ヒラコはゴジラが歩く振動にいち早く気づく一般人という役だと思います。はい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 。これね、違う,うーん、んまあ、ヒラコが出てくるのは間違いないんですけど、ヒラコって違うんです。そのヒラコは、これだと、勘がいい方になっちゃうじゃん。違うんだって。なんかこう、えー、多分ゴジラとかと、あのー、 魂を通じることができる男の子とか女の子をカツアゲしようとして、で、後ろの影に気づかないで、女の子が逃げてた途中に、昼ったら、振り返ったらゴジラがいるのがヒラコです。<laughs> で、あのー、なんだったら食べられるとかじゃなくて、ショックで失神する <laughs>。ショックで失神するアメリカの不良。これがヒラコの役なのよ、これ。 そこは違うんだって、これ気づくんじゃないから。あ <laughs> なんだったら、そんな巨大生物いないって言ってるやつじゃないとダメだから。あんなフェイクニュースだろうと。あの、一作目を信じてない。フェイクニュースだって言い張る一般人っていうのが、平子先生が演じる役ですからね。何回も言ってんすよ俺、これ。 あのー、スラムダンクでも最初に抜かれる。うん、黒子のバスケでも、なんか、あのー、能力に気づかない。<laughs> え何が起きたのかわからないっていう。で、えー、っと、なんだっけ。残白とは持ってない。<laughs> <laughs> <laughs> っていうことなんですよね。 えー、メール。静岡県ラジオネーム自主規制。佐久間さんこんばんは。金無し大学生です。僕もリュウジのレシピを重宝させていただいてます。最近食べたのは、虚無飯、一皿50円のパスタです。お財布に優しくて美味しいという夢のレシピです。あそうなんだよね。あのー、一時期リュウジってさ、普通に、まマ、あ、まあ レンチンとかで美味しいのを作るみたいなのがあった後、思考シリーズっていう、ちょっと手間かけるけど美味しいみたいになってて、それは家で作ったりするんだけど、家族のためにね。一人ん時めんどくさいなって思い始めたぐらいの時に、虚無シリーズっての始めてくれたの。あの、卵かけご飯をめちゃくちゃうまくするみたいなぐらいのやつとか、でこの虚無飯も、パスタも具が何にも入ってないパターンのやつ。めんどくさい時これでいいやみたいなのやってくれるんだよね。ありがたい話ですよね。うん。 え続きまして、神奈川県ラジオネームボランチは要。僕が見たニュース番組では、気温37度以上の地域は紫の色で表示されていて、関東のほとんどが紫でした。<laughs> 地球の終わりを感じました。<laughs> あ、そうだよな。ああ。もうだって、赤を、赤じゃもう表現できないってことでしょエグっていう紫ってことでしょ <laughs> そう、すごいね。あえー、まだ来てます。 埼玉県ラジオネーム平凡大学生。僕は家賃3万のアパートに住んでいるのですが、エアコンが送風モードしかつかなくて、今日1日で冷水を2リットル飲むという、田中みなみムーブをしました。<laughs> <laughs> そうね。田中みなみさんはね、とにかく水を飲んでね、町内環境からね、全部整えていく。とにかく水を飲むっていうのがお馴染みですからね。結果的にか、心配だよ。<laughs> エアコンが送風モード。<laughs> <laughs> 扇風機と同じってことだもんね。扇風機より弱いか、送風モードだったら。あーすごいですね。続きまして。茨城県ラジオネーム、元治菅和。僕がノーベル賞を受賞すると思うのは、ごっつうまいお好み焼きです。あ、知らない。レンチンするだけですぐに食べられるので、冷蔵庫に常備してあり、今すぐ食べられる。まさにノーベル賞ものです。しかし、この度値上げが発表され、ノーベル賞なんて取ったらさらに値上がりがしてしまうと思うので、<laughs> ノーベル賞は辞退してほしいです。<laughs> ちょっと、メオットがごっつうまいお好み焼き。あ冷食のレベルも最近すごいからね。うそれの中のごっつうまいお好み焼き。食べたことあるないあ、誰もないね。これはじゃあ、ちょっと調べておきますよ。はい。ということですね。え一、ー、個、今週ね、あの、ある、たまに審査員仕事みたいにやるんだけど、その一個し、あの、頼まれてたのが、 昨日受賞式かなんかで、ね、それが TikTok 東方フィルムフェスティバル2022っていうのの審査員で、去年から始まった新しい縦型動画の映画祭で、で、TikTok のとハッシュタグつけて投稿したりして、その、TikTok だからだいたい縦型で、まあ2分から10分ぐらいまでで尺は自由みたいな。で、えー、何本もエントリーされてんだけど、今年俺が頼まれたの時には、決勝のエントリー作品が17本あるから、その17本を、 えー、審査会までに見といて評価、なんとか考えといていただいて、で、審査会あります。っていうふうに言われた。で、その時が、去年がいそ、えっ、ー、と、北村匠さんとか三池隆史監督だったんだけど、すごい、すごいなと思って、で、今年オファーを受けて、今年はアンバサダーが俳優の磯村隼人さん。で、えー、映画監督の首藤林さんっていう女性の監督で、開いてって映画とか撮ってる、すごい。あの、これ若い女性の監督なんだけど、あとタレントの山内すずさんと、 tiktok で映画感想とかやってる新すけさんっていう人。はフォロワー64万人とかいる人で,で。あと、俺以外はもう一人が映画監督の樋口新二監督。あのー、言わずと知れたね。新ゴジラとか、新ウルトラマンもそうだけど。あのー、前回はその場所がミーク監督だったから、今年もミーク監督って勝手に思ってたから樋口監督で、正直、ちょっとホッとしたっていう。<laughs> 俺、どっちも知らないんだよ。あんまり、ひ、ひぐさんはお会いしたことあるから、まあ、ちょっとだけお会いしたこと、みんすごい優しい方だから、みゆきさんたかん、みゆきさんの前で作品の評価って、怖いなって思ってたから、<laughs> よかったな、ぐらいの思ってた。で、え新、ー、作がちょっと前にあって、昨日は受賞式だったんだけど、審査会の日に、あのー、その前がちょっと立て込んでて仕事で、で、4日前か5日前に、み、あの、17本見ようと思ったけど、俺、その時にまでちょっと誤解してて、 TikTok の映画って1本2分ぐらいじゃん。動画って縦画撮った方が。17本だから、3、40分で終わると思って見始めたら、1本目は2分ぐらいだったんだけど、エントリー作品ね。で、2本目からもう4本の連続ものみたいな。あの、前後編、前中、なんかみたいな4本で、あ、これ8分ぐらいある。あ、結構あんなと思って見たら、その後が、あの、9本の連ドラになってて。 <laughs> で、9本の連ドラで、で、最、最終的には、あの、1本で、1作で終わるやつは6本しかなくて、11本連続本だったの。だから結構見るのすごい時間かかって、結局それで徹夜したんだけど、徹夜して何度も見ながら、まあ、自分なりに10段階で評価をして、まあ、当日話し合いだなっていうふうに思って、まあ、って言っても、あのー、俺はひぐちさんの、年齢的にひぐちさんの次で2番目のおっさんだけど、 ま、映画のプロじゃないから、樋口さんを中心にやっていくんだなっていうふうに思いながら、で、作品も演技とはつたないものもあるけど、あの、一般の方とかも出てたりするから。でも、あの、アイディア面白いのもあるし、単純に面白かったのだから、あの、審査会だななんていうふうに思ってて。で、今回はやっぱ、前回の審査会の時、あの、前さ、俺審査でやったのって、カンテレのやつとか、カンテレの VTR のやつとか、だったけど、前回の違って、やっぱラリータじゃないから。 もうバキ打ちは絶対ないはずこのメンバーだから。<laughs> と思って当日行ったんですよ。当日東方にね、東方で審査会がありますよって言われて、で、えっ、ー、と会場入る前にちょっともう一回説明を受けて、今回はグランプリと、えー、サードアイ賞っていう、まあ、あの、第3の視点みたいな、あの、新しい視点の賞とテクニカル賞、この3作品を選んでください。観客賞は観客が選ぶから。 で、17本の中から3作品選んでくださいっ。つって、それぞれに賞金が20万とか30万とかついてて、グランプリなんて、その2分とか3分の動画だとしても、次次回作を東宝が500万ぐらいかけて出してくれて、で、主演が福本理子さんがやれるっていう。だこれが、学生とかが応募してるからすごいことじゃん。プロも応募してるけど、学生も応募してるから、これは夢のある賞だなちゃんと選ばなきゃななんていうふうに思ってたら、 その時に、あ、佐久間さんちょっとメールをおお送りしたかもしれませんけど、今日最初取材入りますって言われて、あ、そんなこと言われてたなと思って会場入ったの。そしたら、俺が勝手に勘違いしてたのに、取材って簡単に写真に2、3枚撮って終わりかなと思ってたら、会場に20倍体か30倍体ぐらいいて、そりゃそうなんだよ。磯村さんとか、あの、山野鈴さんがいるから、で、20社か30社がいて、しかも動画も10社ぐらいいて、で、俺その時、 めちゃくちゃ暑いじゃん、最近。汗だくのシャツと血のパンで現れたのね。<laughs> <laughs> で、うわー、最悪じゃん、と思って、パッて、その、後で入ってきた山内さんとか、磯村さん見ると、まあ、そら当然なんだよ。当然だそうあるべきだと思う。スタイリストさんとメイクさんがバッチリついてるわけよ。だってこれ、いろんなところに流れるから。うわー、そうなんだー、と思って。うわー、半袖シャツに血のパンだと思ってたら、あのー、結構、 あのー、おっきい種類とか入ってきたの。あ、樋口監督だって見たら、汗だくの T シャツだったから。<laughs> 汗だくの T シャツに血のパンだったから、よしよしよしと思って、バーベキューやる感じで入ってきた。アメリカのバーベキューの格好で入ってきてくれたから。<laughs> あと、骨伝動スピーカーを首につけたまま、<laughs> あの、ずっと座ってたから、よしよしと思って、樋口監督でよかったと思いながら、そこでし、審査会が始まるわけ。で、まず、取材陣がすごいいるから、 取材陣の前で一言ずつ挨拶。磯村さんから挨拶して、楽しみです。こういう作品で見てきたんですけど、楽しみですって言って、で、こっからそのまま審査始まりますと。で、俺、あ、そうなんだと思ったら、え、審査取られるのと思ったら、その東方の方が、最初の15分ぐらいだけ、えー、YouTube とかに載るかもしれないんで、カメラ各社回してるんで、そこで、その途中のから、あの、もう皆さんだけになりますって言われて、あ、なるほどって、 ああ、そしたら、だら俺は雑談を取られるのかなって勝手に思ってた。まあね。そしたら、その、じゃあ、審査始めてくださいって言われて、あ、こんな、もう20社とか30社いる中、始めんなと思って、わ、下手なこと言えないなと思いながら、あの、始まったんだよ。だから、こっから先の話す前半部分は YouTube に残ってるわけ。実際か映像に残ってるから話せるんだけど、えー、気になる作品をまずじゃあ一人ずつ上げていきましょうかって,言って、 えー、座ってる順番に言っていこう。えー、映画 t i k t o k e の新之助さん、首藤林監督、えー、磯村隼人さん、樋口さん、山内鈴さん、俺の順番だったの。そういう風に並んでるのね。で、その t i k t o k e の映画ティック o k の新之助さんから話し始めた。僕は、この作品とこの作品が気になりました。それはなんでかっていうと、うと、みたいな感じで説明してくれ。まあ、なるほど、その視点もあるか、みたいなので、首藤林監督も。で、俺と同じものを、あの、言ってくれたりしたが、なるほど、磯村さん。 磯村さんは、もう全部の感想結構言いながら、でもちょっと言い過ぎかもしんないし、わがまま言わしてもらうと気になった作品もうちょっと上げてもいいですかっつって結構なんか4つか5つ上げてくれたのね。で、えー、ここまで評価が高かったのはサスペンス系の連続もんとか、9作も連作もあるけど、階段の一段一段示してるみたいなやつとか、TikTok ってミステリーとかに合う,合うから、そういう作品が上がって で、あと1話完結の不思議な作品があって、僕の妹は螺旋階段が好きっていう作品なんだけど、それは螺旋階段だけで撮ってる、えー、1話で終わるんだけど、終わり方が不思議な作品で何回も見ちゃうみたいなって、そういうのがあったんだけど、何より樋口監督じゃん。樋口監督がいらっしゃるから、何言うかなっていうふうに思っちゃう状態で、樋口監督に回ってきた。これ、あの、カメラに20社、30社いるからね。YouTube とかにも上ってるからね。あのー、樋口監督が、稲沢村さんの話を受けて、 私も我慢しなくていいですかって言うから。おぉ何だろうと思ったら。私は一本もありませんでしたっつって。<laughs> <laughs> 私は一本もありませんでしたって言ったのよ。<laughs> で、あの、<laughs> あうわー言うなーってか。いや、ま、予想外すぎて、ピキーンってなって。<laughs> 本当にマジで。会場の空気。で、ええー、と思って。 あの、まずその TikTok ね、あのー、まあ、ちょっと見方がちょっとわかりづらかったから何回もループしちゃったみたいなのがあるんだけど、でも、あのー、一本のものはまだ良かったけど、分割したものの理由があんまりないみたいな。引っ張りが弱いみたいな。だから一本で作ったものを評価したいと思うけど、分割したものの、あの、あれはわかんないんだよね、っていうふうに言った後、あと、最初期待してたのは、 tiktok って言うから普通に家でスマホで撮ってる感じのダンスとか踊ったりしてるじゃん。そういうようなものでドラマが始まるかと思ったら結構縦型でみんなしっかり撮ってる。要は映画が縦型になっただけみたいなところもあるから、それはちょっと期待とは違うみたいな。残念ですみたいなこと言ってて。あ、でも言うことはわかるな、と思いつつ、でもと思って。<laughs> あと、樋口さん、YouTube とか、 20社カメラ回してくるけどって思いながら、わーっと思って、で、結構な緊張が走ったの1回ね。で、その後山内すずさんと俺だったの。で、山内さんどうすんのかなこの、ひぐさんのこのスタンスなのと、と思ったら、さすがだね。やっぱね、二十歳だけどあんだけど売れてる子は。ちゃんと自分の作品のは好きなところに戻して、で、しかもその、私はプロじゃないんですけど、的な視点から、TikTok とかやってる、 Z 世代の人としてこういう作品が好きっていうのをちゃんと言って、まあだから厳しい映画監督、えー、その Z 世代の意見があったと俺どっちだろうなと思って。あのー、ちゃんと評価つけてきてんだよ。でももうブレ始めてっから。<laughs> <laughs> 樋口さんのショックで。<laughs> なるほど、樋口さんの視点入れたら厳しくもできちゃうし。俺も行くか俺も一個もないっていパターンか <laughs> いやいやいやと思って。なわけねえだろうって俺自分でつけちゃってんだからと思いながら、 あのー、俺は俺でフラットに、まあ、サスペンスの連ドラーとして楽しめたのはこれで、コメディとして挑戦したのはこれみたいな。で、まあ、その、磯村さんとから進めてたのと同じで、その、僕の妹はら螺旋階段ってやつは、あのー、いつの間にか何でも見て中毒性があったからこれも好きですね、みたいなことを言って。で、樋口さんにちょっと当てる感じで、一本で、その螺旋階段ってやつは、見に行って何回も見ちゃったから、あのー、一本だから評価高くなっちゃいますよね。 って言って、樋口さんの方に玉投げて。これ、俺からの、勇気のない俺からのちょっとしたメッセージね。<laughs> <laughs> そしたら、樋口さんがそれを受けて、ここも YouTube 残ってるからね。あの、審査会を全部バラしてるわけじゃないから。あの、テクニックじゃなくて、あの、アイディアを俺は評価したかったんですよね。みたいなこと言って。あの、あの、要は、テクニックを見ていくーじゃないじゃない、TikTok のやつ。だから、ゼロ一のアイディアが多い方がいいっていう。番組とかもそうですよね。 サグマさんって言って、俺に玉投げてきて、あの、決まったアイディア磨くのはできるけど、産むのって大変ですよねって言われたから、確かにって言って。<laughs> <laughs> でねって言って、こっからまた、樋口さんが、あのテンションで、作品に対する評価をすんのかなと思って、また緊張がちょっと走ったら、あの、僕の妹は螺旋階段が好きって、皆さん褒めてますけど、褒めてますけど、って感じ僕見てて、最後ちょっと終わり方ね、怖くなったんですよ。 あれ、怖くないですかその、その、ま、ほんわかの雰囲気かと思ったら、最後、なんか、謎の怖いカットが入って考察できるみたいな作品なん。あれ、怖くなったんですよねって言うから、そしたら、あの、磯村、磯村さんが、いや、こ怖いですよ。俺、えと思っちゃって。いや、僕も思いましたよ。って,って。で、そうなんですよねだから、ちょっと、怖くて、その、3回ぐらい見ちゃって。って,って、ひさんが。で、俺、心の中で、 それめちゃくちゃ楽しんでねえかなと思って。<laughs> <laughs> で、あと、その、あの、螺旋階段なんですけど、螺旋階段は縦じゃないですか。あの、縦の構図をちゃんと使ってね、あのー、撮ってるの、うん、他の作品と違って、その螺旋階段だけ、やっぱちゃんと縦の構図をどう上手に使ってるんですよね。他のは縦の必然性があんまりないんだけど、あれは螺旋階段だから縦の意味がもうちゃんとあるんですよ、って言うのよ。 で、俺、心の中で、そうだよ、ひぐちさんって。<laughs> そうなんですよって言って,言って、みんな多分、心の中で、いや、そうなのよ、ひぐちさんっていうのと、あんた絶対評価してるよって思いながら、<laughs> 一本もありませんって言ったよなって思い、<laughs> 思ってたわけ。<laughs> そしたら、そこで、取材陣は、お時間ですってなって、20社いなくなったのよ。 で、あのー、記録用のカメラがちょっと残ってたわけで、これは外に出さないです。つって、こっから汚なく話しましょうって言ったけど、よ、なったの。でもう、いやもう汚なく喋ってたけどなと思いながら始まったのよ。で、そっから、えっ、ー、と、本格的にこの1時間半くらいかけて、えー、グランプリ、サード愛称、テクニカルシーの3作品を、えー、選びましょう。17作品からってなって、えー、こっから先は、 あの、映像で YouTube とかに出てないから、カイツマンで話すけど、何があった細かいやりとりは、あの、言わない方がいいかなと思いつつ、樋口さんも評価してる螺旋階段は、その、ヒグ <laughs> <laughs> さんも評価してるって俺言っちゃったけど、<laughs> まあでも、多数の評価入ってたから、それをもう一度話し合いつつ、暫定候補にしながら、みんなの気になる作品を、それぞれの評価ポイント整理しながら、議論してったの。結構ちゃんと議論してったのね。で、みんなちゃんとしてんのよ。あの、俺は、ちゃんと知らなかったけど、その映画的か、的かの新之助さんとかも、 めちゃくちゃ立て方動画で、な、コメントまで全部見てくれて、これは賛否両論があって、立て方でめちゃくちゃバズりましたとか、その作品以外の情報も全部教えてくれたりし,しながら、監督の視点も、首藤林監督の、監督の視点もすごいし、で、とにかく磯村さんと山野さんが、あの、なんつのこういう時ってさ、まあ、要は、半分、顔じゃない。なんだけど、多分俺たちは作品すごい見てるぐらいで、あのー、あと、なんか若き俳優、女優って、若き、 クリエイターとのをちゃんと育てたいって気持ちがあるのかい。この人と仕事したい道と見つけるぐらいのテンションで熱くやってくれたのね。で、結構みんなで熱く語ってたわけよ。で、1時間半ぐらい経って、5作品に絞られたの。さっきの螺旋階段を入れてね。で、グランプリはいろいろ話し合ったけど、螺旋階段の評価がみんな高かったから、1回暫定で置いといてってなって、ってことは残り2部門の章に4作品残ってたのことと。で、 一作品ずつ落とさなきゃいけないよね。で、それみんな押してる作品が違った状態で、二作品半分にするって一番難しい。過去の賞のし審査とかやってもそっからすぐ長引くわけよ。だってみんな、あの、押してるやつが違う誰、誰かに落ちちゃうから。うわ、これは、と思って話し合ったんだけど、どれもいいんだけど、あの、決まらなかったの。そしたら、その、東方の方が、あの、こっから二作品選ぶの話し合いだと難しいから、もう一回、 投票にしませんかっていうね。4作品から2作品、2, 2章、2つの章あげるのって言われて。じゃあその新之助さんから前回言ったんで、今回佐久間さんからって言われて。ああ、そっか、まあそゃそうだよなって思うし、あとまあまあ確かにもう投票した方がいいと思いながら、あのー、でもこれさ、そのわ、学生とかも応募してくる TikTok だから、若い人の章だから、これ章取るか取んないかで人生結構違うじゃん。その、 グランプリじゃなくても。あと、その、見たら映画学校の1年生とかもエントリーされてるから、で、賞金もまあ20万円とか出るし、これは全然違うから、重いなぁと思いながら、これ一つ賞をげないで落とすのは、重いなうわーやりたくねえと思いながら、でもまあ、しょうがない。から、悩みながら2作品、サード愛称はこれがいいと思います。テクニカル賞はこれがいいと思います。みたいな、悩んだよ。悩んだよ。悩んだけど、これ大人の決断だと。 決断した俺はもう偉いと思いながら、で、その後山内さん、樋口さんって続くじゃん。山内さんが言葉選びながら、ちょっとまあ自分の推しは変えてない感じだけど、悩んでる。どうしようかなみたいな感じの時を。俺が発表して山内さんが悩んで言うか言わないかぐらいの時。樋口さんがね、これってさ、賞を上げる数増やせないのっつ二つの賞で四作品でしょ今まで議論みんなでしてきて、 一つずつ落とさなきゃいけないし、それぞれで評価するポイント違うから、みんなで話し合ってきたんだから、なんかもったいない。みん、こそういう賞じゃないやん。かわいそうっつって。あの、4作品全部に、だから、それぞれの賞に2作品ずつあげればいいじゃん。言ったの。ええー、と思って。そしたらみんな、いや、それが OK ならそれがいいですね。みたいになって。いや、これみんな、そうですよ。だって若い人の賞なんだから。 これ新しい才能を見つけたり、若い人のきっかけ作る賞だから、それがふさわしいですよ。新すけさんとか、あの、磯村さんとかみんな、それっすねってなったの。そしたら東方の人が、いや、それは確かにそうですね。ってなったの。それ TikTok の方に、でもこれ賞金が20万、20万って決まってるから、その急に増額この立場で決められないから、その半分ずつとかにしますかみたいな。要は10万、10万とかね。ってなっちゃいますかねって言ったら樋口さんが、 それはケチ臭いよ若い人に対する賞で。そしたら、東方の担当の方が、わかりました。これは私たちの判断で何とかしますと。TikTok の方に、いいですよね。これ、賞増やしましょう。増やしましょう。決定。急に受賞作が一個ずつ増えて、5作品、残った5作品全部受賞。みんな、うわドラマみたいに喜ぶ。いいドラマみたい。<laughs> ハンザーアナキの最終回みたい。<laughs> すごい大胆。<laughs> 俺の立場は。<laughs> いや、俺が選ぶ前に言ってくれよって <laughs>。俺だけ俺だけ選んじゃってる <laughs> みんな忘れてるけど <laughs>、俺だけ <laughs>、あの、2作品1個ずつ <laughs> 選んじゃってる <laughs> みんなも選んでんだろ、本当は <laughs> みんなも選んでただろって。<laughs> あと、俺が思いつきたかった、その賞全部あげればいいじゃんって。OK なら、思いつかなかった、と思って。あと、さらに言っちゃうけど、樋口さんあんた、一本もないって言ってたじゃん。一番最初にカメラの回る前で、僕はグッときた作品が一本もないって言ってたじゃん。なんで五本あげようと言うのよ。 一番気に入ってんじゃんっていう。俺もう、これ全部心の突っ込みで。いや、あんた、一本もないって、言って、ピキンとしてたのに、最後全部かっさらう主役みたいな、五作品に全部あげましょう。大拍手。いやー、5作品あげられて、よかったですねっていう、一番気に入ってんじゃんっていう、大団円。これ、樋口さんのおかげ。で、この判断が正しいのよ。 グランプリ増やすのは変だ、変じゃん。でも、その各章を増やすのは全然いい。だもう俺の中で言うともう会場がね、へーぐーちってなってる感じ。もうロッキーになってるみたいな感じがあったのよ。で、俺、その後、うん、逃げるように帰ったよね。<laughs> いや、ひ口さん最高だったなぁ。<laughs> 前半は YouTube にも残ってるんでね。悪魔のの <laughs> ぜひ、あの、あといい章、いい作品ですからみんな。 佐久間信之です。最近面白かったエンタメは、岸士の YouTube、高野さんを怒らせたいです。佐久間信之のオールナイト日本ゼロ。佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしています。あの、岸士高と YouTube なんですけど、なんかね、えっとね、この半年ぐらいの動画が全部面白いのよ。 あの、岸高野って芸人なんだけどね。ゴッドも出てくれた。高野さんを怒らせたいっていう企画で、俺が好きなのは、あの、映画の字幕がずっと天気の話で怒らせたいってやつがあって、<laughs> 高野が、あの、見てる映画が、ローマの休日かなんかに偽、その、吹き替えの、あの、あの、翻訳入れてんだけど、それが全部天気の話してるってだけなんだけど、っていうのは、あと、と、あのキンアップされた YouTube の急に入る広告があるじゃん。あの、Google のやつとかの。 それの幸空が全部嘘っていうのがあって、それとかすごい面白くて俺は好きなんだけど、チャンネル登録6700人しかいないっていう <laughs>。業界ではね、結構話題だな、最近。俺、まあ、お笑いディレクターの間でだけね。なのに、ラジオスターウィークも入ってねえしなぁ。<laughs> 入ってねえしなぁ。やっぱゴッドタンとチャンスの時間でしか見ないからな。<laughs> いや、そうなんだよなーっていう。あとね、おまけで言うと、ひぐちさん、昨日授賞式だったんだけど、授賞式終わってからよ。賞取ってない作品あるじゃん、5作品以外にね。でも、その中に俺がちょっとが、映画学,が学校の1年生かなんかが撮った、シューレな作品、寿司を落としたみたいな作品があって、タイトルごめん、ちょっと今、売ろうなんだけど、それがすごい面白かったなーな、話したら、ひぐちさんが全部終わった後、その、その、みんな来てたから17作品、その場で発表したから。佐川さんあの、寿司の人を探そうよって、ひぐちさんが言って、 あのー、励ますわよって言って。<laughs> で、筋の人、誰って監督が言って、あ、僕ら好きだったからその作品って言ってんだよ。5 <laughs> 作品だけじゃなくて、もっと好きな作品あったって口さん <laughs> いつ熱くなったんだって。<laughs> いや、だからそういう意味で最高だったっていう話なんだけど。えー 札幌市チョコ味のメロンパン。私のちょっといい休みの過ごし方は、家の外で炭を起こして、ちょっといい牛肉を買ってきて、日本酒の生酒を飲みながら、一人でゆっくり味わいながらひたすら飲むことです。なるほど。こういうのは一人になって日頃の疲れを癒すのが一番ですよねって素晴らしい。素晴らしいですね。あマンションじゃ、炭は無理だからね。 でもまあまあわかるわかる。これはいいですね。うん、なんか、でも昔、最近、まあ、ちょっと前はベランダで飲むとかもあったじゃん。今ベランダで飲むのもできなくないもうちょっと嫌じゃない <laughs> フロア上らベランダ行くのも。<laughs> ああでもまあ、こういういい酒を飲むってのはありますね。えー、茨城県ラジオネーム、魂のマグロ。私の休日のちょっとした充実、ちょっと充実した過ごし方ですが、中掃除です。 中くらいの掃除ってことね。大掃除だとやりきれず中途半端になってしまうので、今日はこの一角だけと決めて徹底的に掃除します。やりきった達成感と部屋の清潔感の維持につながるのでおすすめです。あー、なるほどね。あー。あー、この、キッチンだけとかトイレだけとか掃除すると達成感あるのは確かにそうなんだよな。あー。うん、俺も、 この間の、あの、三、二時間だけ空いた時に、もう本当に冬物のクリーニングを出してなかったから、もう一気に出して、その、クリーニングのとこに持ってって、で、今日、取りに行かなきゃいけなかったんだけど、仕事で取りに行けなくて、奥さんと娘が言ってくれたんだけど、俺がちょっと引くぐらい乗るよと思ってたから、この炎天下の中にコートとかを全部ひっくるめてって言って、<laughs> <laughs> あの、ぶち切れのラインが途中で来たもんな。<laughs> やっぱもうね、こまめにやんないとダメだよね、これは。ちょっとずつやるだろうね。ええー。 ラジオチャンピオン、埼玉県ラジオネーム、まとなりのロトと、クラスの五軍がぶち切れた時の、1軍の焦るかを見応えあるなぁ、選手権 <laughs> <laughs> 佐久間信幸のオールナイト日本ゼロ。テレビプロデューサーの佐久間です。この時間は佐久間信幸のオールナイト日本ゼロをお送りしています。えー、メール来てます。大阪府ラジオネーム、ノーマルの丸。ゴジラ VS コングの続編には、プレデターが登場してほしいです。<laughs> えー、地球で大暴れするゴジラと怪獣たち。その強さに惹かれて怪獣を狩るべく地球に降り立つプレデター。これは対策の予感がします。いやいや、ちっちゃすぎるってな。<laughs> ああ、プレデターちっちゃすぎるって。<laughs> あ、プレデターはなんかディズニープラスでもうすぐプレデターの新作公開されるんだって。プレデタープラスバース、なんだっけ、プレデターザプレイだっけな。なんか、 太古の頃にプレデーター現れて、部族の人とか戦うらしいよ。っていう、やつらしいから、それめちゃくちゃ面白いって言ってたから、そっちはいいけど、ゴジラ VS コングだったら、その、平子と大きさ変わんないからさ、これ。プレデーターは。うん。えー、続きまして。大阪府ラジオネーム、薄毛のロン毛。僕がゴジラ VS コングに出てほしいのはジェイソンです。<laughs> <laughs> ゴジラとコング、どちらもチェーンソーで切ろうとしているジェイソンに対し、あのゴジラとコングが一時的に手を結んで、ジェイソンを倒すシーンが楽しい <laughs> あジェイソンがね、ゴジラまず一回ボコボコにして、で、その後、あの、コングが、スカウターみたいので見たら、めちゃくちゃ強いジェイソンにボコボコにされて、しょうがないから二人で集まって、ジェイソンがもう一回現れるところで手を合わせてね、て手を組んで、 一緒の必殺技かな、うん、だかコングが抑えてゴジ、ジェイソンを。で、ゴジラが、俺、コングが俺の体ごと焼けって言うんでしょ <laughs> <laughs> ってやつでしょコングが。それでゴジラの、あのーか、火炎というか放射能で倒されるってやつね。ああえ、こいつ大きさ知ってる <laughs> ジェイソンの。知ってるかな <laughs> ジェイソンの大きさ。1メートル80ぐらいじゃないの <laughs> えー、ラジオネーム、ハラペコシュンティ。僕は、ゴジラ VS コング VS ジョーズの戦いに、新薬の実、じ実験体となったチンパンジーが、驚異的な力を見せつけて暴走するという、ゴジラ VS コング VS ジョーズ VS 猿の惑星ジェネシスが見てみたい。<laughs> いや、いくらね、いくら軍隊的に集まっても、やっぱもう、やっぱ、1メーターちょっとじゃない、猿。 あで、ゴジラバーサス君。だから、ジョーズバーサス猿の惑星はまたギリギリできるよ。うん。でもそれはそんな面白くないと思う。ジョーズバーサス猿の惑星。ああ、アメリカに大きいのいないね。大きいのいないのと、あの、<laughs> みんなちっちゃいの選んで送ってくるのやめてて、ね <laughs> <laughs> えー。では、明治とのコラボコーナーに参りましょう。<laughs> 企画書は甘いラブレター。 明治は季節のイベントごとにチョコレートの楽しみ方を発信しているということで、このコーナーでは季節のイベントごとの企画をリスナーから一行の企画書にして送ってもらいます。今回のテーマは山の日です。一、えー、枚目です。えー、東京都荒川区ラジオネームニヒルナビニール。8月11日山の日。今日は甲子園の一回戦。グラウンドに向かうメンバーとアルプススタンドに向かうベンチ入りが叶なわなかった補欠の部員たち。しかし彼らの思いは一つ。 今日の試合に勝って甲子園の優勝に近づくこと。グラウンドとアルプススタンド。それぞれの全力の姿に密着する番組。山も谷も輝いている。ああ、いいですね。いいですね。これはいいじゃないですか。ああ、な、ちょっと泣けちゃいそうだな。俺、毎回もその一通目のメールを覚えてないと。一番いいやつ来たりするんだから。<laughs> 後半に惑わされたりするけど、これはいいですね、非常にね。え東京都杉並区ラジオネーム、フォレストパンク。知名度の低い日本の山の名称が画面に表示され、この山という漢字の読み方は、山、山、山のどれなのかを当てる D ボタンのコーナー、今日の山間 <laughs>。なるほどね。ルールないからな、山さん、山んとかってね。 これ、だから日本で外国の人が日本語駆使する時のこの固有名詞とか漢字1個の言い回し全部覚えられるのマジすごいと思うよね。だからほんとボビーとかケント・デリカットとかもほんとあんなに子供の頃バカにしてたのにめちゃくちゃすげえんだなって毎回思っちゃうよ。<laughs> えー、愛知県ラジオネーム、ラブテスター。 学生時代は夏休みで何のメリットもなかったが、社会人になり山の日につなげて休暇を取ることで、お盆を連休にすることができるということを知り、山の日を見直す、俺。わ <laughs> <laughs> かるわー夏休みにあった祝日のなんかほんと意味のなさみたいな。だから、正直さ、まジ学生時代までお盆はみたいな、なかった お盆の意味全然分からなかったよね。いやいや、俺たち、40日ぐらい休みですから。お盆、はいはいはい。別にお盆休みなんですかそれって思ったんだけど。今、マジお盆に働きたくねえ。<laughs> えー、滋賀県ラジオネーム、なんとなくにゃんとなく。山の日だけ、地上と、地上と同じ値段設定になる、山頂のジアー。<笑><笑>山小屋のね、山小屋の値段めちゃくちゃ高いしね。うん。 あと、富士ロックの時の、あの、フェス飯と、<laughs> ああホテルと山小屋ね。わかりますね、えー。香川県ラジオネームガエルガーゴイル。火山でほてった体をエベレストで冷やし、ラストは富士の除海の,の森林浴で整う、サウナジャンキーの執着点、山サウナ。<laughs> あ,あ、トリコみたいなやつあ,あ,あ、これでもあれでもあるかもしんないね。いや、わかんないけど、これ、 あの、ゴジラバーサスコングのコングとかがやってたら、オープニングでやってたらすぐ盛り上がりそうだね。体エベレストで冷やしてバカ映画だけど。<laughs> コング、コングの頭これみたいなぁ。山サうナ。コングが整うのにハマってんのも見たいなえー、北海道ラジオネーム、マーライオンにキス。俺らは毎日が山の日なんやとブチギレる、ウッジョブの伊藤秀明 <laughs> じゃないえ、これあったんじゃないのもうこのシーン言ってたんじゃない俺らは毎日が山の日なんや。って。ああ、言ってたな。ああ、ただもう言おうかな。もうさすがに。うん。もう打っちゃえばいいよ。<laughs> <laughs> いや、ウッチョブ、マジで、これ、4年前から時々こすってる。俺は大好きな映画だけど、ウッチョブの伊藤秀明でもう笑ってんの、日本でこの場所だけだからね。本当に。ウッチョブの伊藤秀明がかっこいいっていうのと、ウッチョブとオプティマスプライムね。<laughs> まだゴールデンブザーは大丈夫。時々来るからね。あのー、新しい情報が。でも、ウッチョブの情報はもう来ないんだから。 あの、確かに。もうだから、軽トラに駆け乗るシーンがかっこいいってのも今日までね。うん。ええ香川県ラジオネーム、ガイルガーゴイル。100%登山の誘いだとわかる来月の山の日空いてるという、野口県からのライン <laughs> <laughs> いやー、あと怖いよね。なんか、うん。えいやな、なんか、なんつったんよ。 野口県からのラインで行く山ってもう本格的な山しかないからね、うん。えー、葛飾区ラジオネーム、メイキングザ道路。山の日、せっかくだから山に登ってみようかな、とツイートした登山初心者女子に、一緒に僕と霧マンジャを登りましょう、とクソリップする野口県の偽アカウント。<laughs> <laughs> <laughs> ああ、本アカウントの可能性もあるけどな。<laughs> えー、島根県ラジオネーム、藤原元オスマブラ参戦。大鶴満が汗だくになりながら、日本各地の山を登る姿に密着する企画。山タルと。あーこれいいじゃん。今すぐ見たいよ。うん。うん。これもうなんか、ライブの中の企画としてもできそうだし、山タルと。うん。でもすぐ見たいしね。あれ山タルトってか、山タルとお笑いラジオスターウィーク入ってねえのかな <laughs> ママタルると、ーゴメめ、まあごっていうの入ってないのかな入ってないかマユリカが入ってんだな。なるほどね。えー、ラジオネームサンタイガー。山の日を祝って頂上に近づくにつれ、気圧が低くなって巨大な風船が膨らんでいき、頂上に到達すると破裂して中から三浦和義が出てくるイベント。マウント数。<laughs> いや、ちょっと待って。マウント数。これ何かにかかってるマウント数。 <coughs> マウントフェス、マウントなんとか、あったっけそんなの。キングカーズってことこれなんか、あの、普通にさらっとマウントカーズって笑っちゃったけど、これ何にもかかってないんだったら、うん、そんなに評価しないんです <laughs> あ。でも巨大な風船を見越しで運んでって、あの、山頂上に到達する瞬間に気圧で割れるってイベントは楽しみですけどね、これね。いいんじゃないでしょうか。えー、東京都杉並区ラジオネーム、フォレストパンク。 山のふもとに店を構える店主が山盛りを無料で提供するサービスを始めたため、こぞって山盛りを注文する登山客。しかしこれには別の思惑が店主にあり、目先の欲に目がくらんで登山前に山盛りを頼むなど心構えがなっておらん、と登山客にふさわしいかどうかを選別するために行ったサービスだった。 そんな天使の罠に引っかかり、山盛りを頼んだ客は、険しい道を案内され、山の厳しさを味わわせる、味わわされる一方、目先の欲に喰らまず、普通盛りを頼んだ者には、正式な道を教え、快適な登山を楽しんでもらうのだった。という、ハンター試験みたいなことをやってる店。<laughs> いや、これ選択のさ、ちょっと山盛りと普通盛りっていう選択の割に、罰が重いんだよな。<laughs> ああ、なるほど。いいじゃないですか。ということで、今週は以上。今週のベスト企画メールは、1つ目にしようかな、えー。山も谷も輝いている、ラジオネーム、ニヒルなビニール。おめでとうございます。 このベスト企画を使用した明治とのコラボツイッターキャンペーンも行っていますので、詳しくは番組ツイッターをご確認ください。コーナー内で読まれたリスナー全員と、メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名に、キノコの山のセットということで、ノーマルタイプと1ワージ、そして厳選素材のキノコの山をセットにしてプレゼントします。さて来週はお笑いラジオスターウィークのためコーナーは休止。次回のテーマは、夏季講習になります。夏季講習です。 明治のチョコのプレゼントもあります。企画書をお待ちしております。受付メールアドレスはサクマットマーコールナイトニッポンドットコム。サクマットマーコールナイトニッポンドットコムです。メールの件名にラブレーターと書いて送ってください。ここで一曲、スピッツで、蜂蜜。 ラジオチャンピオン、東京都、吉尾は沖としなんで俺と話すときだけ、デスボイスなの正式試験俺死んでんのかな <laughs> オールナイト日本ゼロ。テレビプロデューサーの佐久間です。メールが来ております。えー、ラジオネーム、ゴリ顔の一般人。 私がゴジラ VS コングの続編に出てくると思うモンスターはゴーストバスターズのマシュマロワンだと思います。ゴジラの火炎放射やコングのパンチでワンパンでマシュマロワンが吹っ飛ぶシーンがあると思います。これこれこれ <laughs> <laughs> サイズもぴったり <laughs> やっと分かってきたなああ、なんだったんだジェイソンとか書いてきたやつら。これこれゴーストバスターズのマシュマロワン <laughs> 東京都ラジオネーム分かれ際ちょっと無気になる。ゴジラバーサスコングの続編では、ゴジラが大暴れしたことによって、刑務所のセキュリティが破壊され、崩れた壁の中から、感謝するよデカブツと呟いて、ハンニバルが出てくる。<laughs> いや、お前、だから、違うんだって。崩れた壁全部崩れちゃうから、ハンニバルも死んじゃうからね。そんなかっこいいけどさ。 いや、ちょっと違う。また戻ったなえー、ラジオネーム。ずっと春休みでいいのに。僕はゴジラ VS コングの続編にアルマゲドンの隕石が出てきてほしいです。なるほど。これは新しい視点。人類では対処できなくなった隕石をゴジラとコングが共に壊そうとする展開がたまりません。あ、これもちょっといいんじゃんあのもうゴジラとコングが、最後どうすんだろうくじ引き <laughs> くじ引きで、 どっちがって言って、で、ゴジラ、コングが、まあ、わざと、引かせて、俺が自分で当たって、コングが、もう、隕石に突入して、俺が隕石を跳ね返すって言った瞬間、ゴジラがドーンっつって、ゴジラが立ちはだかって、コングが、お前ーって言ったけど、バタンって扉、わかんないけど、扉閉まって。<laughs> 扉って。<laughs> 扉が閉まって。で、隕石に向かっていくゴジラ。それを、ちょっと何、何その、モニター越しに見るミニゴジラ。<laughs> お父さんつって。<laughs> で、そのミニゴジラの、えっと、ミニゴジラを演じるミニゴジラ役のお父さんがやってるバンドが曲が流れるっていう、<laughs> ってやつでしょあただ、隕石だともう絶対勝てないんだけどな。まあでもこのサイズ感は別にいいですよ、非常に。これは、あのー、ちょっと、あのー、メモもう取っておきます、これはだから。マショマルマン、 えー、隕石な、アルマゲドンの隕石。これ非常にいいじゃないですか。うん、続きまして。あ、テーマメールです。ラジオネーム、怠怠。休みができるとパチンコを打ちに行きます。<laughs> 最近は高速出玉の機種が流行ってるため、2時間でサクッと。 打っても十分満足できますですが2時間で席を立つことは台に対して失礼でありそういうやつには当たりが引きません僕は回転後すぐ台に対してエメマンを差し入れよろしくお願いいたしますと言って頭を下げ閉店時間までずっと同じ時代にぶん回し続けます来たなオカルトパチンコパチンコオカルト見える <laughs> エメマンを差し入れっていうことは、その、仏に差し入れると同じで飲まないってこと置いとくってことだね、ずっとね。<laughs> それエメマン、エメマンだじゃあ出そうかなと思うってことか。それもう一日のやつみたいな。二 <laughs> 時間でサクッと十分でき、満足できますじゃないけどな。一日ずっといるけどな。ああ、そうねでも俺、パチンコはほぼや、やま、あの、人生一回もったことないんだけど、クズパチだけはたまに見ちゃうんだよね、YouTube のね。なんなんだろう、あれね。 あいつらが楽しそうだからなんだよな、うん、えー、ラジオネーム2東京都中野区。僕のちょっと休みの定番は転職サイトの求人あさりです。<laughs> 時間のある時に世の中にはこんなに楽しそうな仕事がたくさんあるんだと思うと、今のお仕事を頑張るモチベーションが湧いてきます。早く転職したいなぁ <laughs>、うん。今の仕事を頑張るモチベーションとはちょっと違うだろうな。うん どっちなんだろうな。えー、続きまして、ラジオネーム、ロマンティックあげたい。僕のちょっと休みの有意義な過ごし方は、水族館でクラゲを見ることです。 クラゲを見て、言いたいことも言えない窮屈な世の中で、叶うはずもない夢を追い続ける僕。水槽という窮屈窮屈な場所でも、まるで自由になったように漂うクラゲ。クラゲからすれば、広い海で過ごしていた時が恋しいのかもしれない。自分が羨む自由の中にも、見えない不自由が隠れていて、みんな不自由な思いを抱えながら、この世の中でもがいているんじゃないか、と、自分に世の中を生きていく活力を与えるようにしています。 えっとですね、あのー、ちょっと長めの休みしてもいい。<laughs> <laughs> ちょっと休みじゃなくて、しっかり休んでほしいなって思います。<laughs> <laughs> えー、受付メールドア、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲、アイコで、ハニーメモリー。 行の「オールナイトニッポン z e 佐久間伸幸のオールナイト日本ゼロそろそろお別れの時間です。今夜の放送はラジコのタイムフリー機能で1週間聞き直せるほか、スポティファイのポッドキャストではタイムフリー終了後も無料でいつでも聞き直すことができます。さらに、スポティファイでは本日の放送分だけではなく、過去の放送アーカイブも独占配信されております。過去の放送を聞きたい方は、スポティファイのアプリをダウンロードして、ぜひチェックしてみてください。ということで、来週はナス中西のオールナイト日本ゼロで僕はお休みです。ぜひそちらもお聞きください。えー、この後四時半から朝ぼらけです。 ぜひそちらもメール来てますラジオネームジャイアント敦彦僕はゴジラ VS コングの続編にはこの2匹以外何も出てきてほしくないです前回はメカゴジラに邪魔された感があるので今回は2時間2匹が本気で殴り合うシーンだけ見ていたいですあーこれはねなんつったらのや介ファンというかガチオタですねこれはああ お前、いいと思うよ。その考えもわかる。ただ、あんまりそれが行くと、その、にわかを叩くだろ <laughs> にわかを叩く厄介オたタだろ <laughs> ゴジラ v スコングの <laughs> あ。あ、そうだ、今週の金曜、あさってなんですけど、あちこち踊りのオンラインライブがあるんで、えー、そちら松永銀、銀シャレ橋本、えー、ドランクドラゴン塚地くんが来るのが、えー、ありますので、そちらもぜひっていうふうに思ってますね。 えーメルえー、もう一つラジオネーム3年目の上着パチンコですが僕は打ち始める前に前に台の横に設置してあるその台の演出やスペックが書いてある説明書を読んでから金をつッ金を突っ込みますその台をしっかり理解して歩くことで台は心を開いて出玉を出そうかなと思ってくれるのだと思います <laughs> もうオカルトなんだよオカルト福岡県ラジオネームパチンコ店員パチンコ店員 飲んでない缶を台にずっと置かれていると回収していいゴミなのかわからないのでやめてほしいですえー、パチンコ屋に神はいませんか <laughs> ああパチンコ屋の店員さんから来ましたよあ皆さん神はいないんですって分かりますか迷惑です <laughs> い,ないやまあでもそれぞれのね、あのー、自分の中のオカルトとか信仰があって叱るべきだと思うんですけどただ確かにコーヒーだけは迷惑だっていうことでね迷惑のかからない程度に信仰してくださいっていうふうに思いますね。 えー、えー、来週ちょっとお休みなのは、意外に寂しいですけど、ずっとやってたから。でもまあ、あの、お笑いスターウィークも楽しみにして、その,その翌週にですね、また、えー、いろんな話を持ってきて喋りたいと思ってますので、皆さんもコロナとお気をつけ、熱中症とかもお気をつけながら、エンタメを楽しんでください。えー、やろども、港に別れを告げる要素のテレビプロデューサーの佐久間信之でした。